はい、第2問です、これはまたあるお家のお話ですね、夜お仕事で疲れて帰ってきたお父さんがいつものように晩ご飯の時に晩酌ビールを飲んでいます。ビールはやっぱうまな。はい、皆さんのお家でもお父さんがこんなやってお酒飲むことありませんかね。はい、ありますか。はい、はい、そしたらお父さん、まあお酒も飲んでご飯も食べてお風呂にも入って、まあ明日の何でも見つけらしいな、まあ明日の仕事に備えてもうそろそろ寝ようかなと布団に入ろうとしました。とここでタバコを一本、あ、お父さんちょっと寝タバコ危なくないですか。いや1分ぐらいだけ大丈夫ですよ、すぐ終わりますんで。あ、このお父さんは大丈夫と言いましたですね。はい、ストップ。ここで問題です。さあ、タバコ一本すぐ終わるから大丈夫だろうと、いやいやこれは危ないからダメだよということで、まあ別にいいんじゃないというお友達は丸の方へ、いやいや危ないからダメだよというお友達は罰の方に移動してください。はい、どうぞ移動して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 、ほら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 、丸バスどっち、丸バスどっち、はい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 、あ、丸の方もちょっと降りますね、丸の方もちょっと降りますね。この前、この前どうなります。1分ぐらいインジャーとクナモラ行っております。はい、本当大丈夫ですかね。はい、じゃあここで正解を発表したいと思います。お友達ちょっと座ってくれるかな、ちょっと座って、はい、じゃあそのままですね、お父さんタバコ吸いながらお酒も酔いと疲れからもう非常に気持ちよくなってうとうとし始めました。はい、ちょっとリアクションが薄かったですけども、お父さん自分の腕にですねタバコを落として火傷をしてしまいました。はい、でも火傷ぐらいで済んでよかったですね。これで気づかないうちに布団の上にタバコを落としてたらどうなると思いますか。燃える。そうですね、布団が燃えて気づかないうちに火事になっちゃいます。ですので、みんなお家でお父さんがゴロゴロしながらタバコ吸いよったらちゃんと言わないかんよ。なんて言うと、はい、寝タバコはダメだよとちゃんと言ってください。いいですか。はい、ありがとうございました。ではこれで防火クイズ終わりますので、お友達は、もう一度開会式の体型に並んでください。はい。